気楽に、あの僕の番組、緊張する番組じゃない。緩い手塚くんが言うな。非常に緩い。基本的にそう。はい。なんかあの最近八重洲 TV くじっていうのがすごく噂になってて、知ってます、杉山さん。知らない。知らないわけない。知らない。なんか僕の知り合いがよく引いて、で当たるのがなぜか水とエアコンクリーニングが多くて、それしか入ってないんじゃってみんな言ってるんですけど、あの実はですね、先ほどのあの水、はい、そうだそうだを、もう覚えてくださった、ありがとうございます。開発者でいいんですか、開発者でいいんですか。なんか自分のこと言われるとちょっと弱いみたいな感じがあります。すごい評判ですよね。もうエアコン、がすごく綺麗になる。最近真面目にやってるからね。なんかね、そのね、清掃の仕方自体がね。カットしちゃって、もうちょっとこう。カット。じゃあこっち、ちょっと。なんかあの原始的なやり方なんでね、すごく心配なんですけど、ね、すごくね、そう綺麗になると評判で、ぜひ。これがでもね、すごく綺麗になるんですよ。普通なんか洗浄とかっていうと、なんていうんですか、高速っていうかこうスピードとかでこう落とすようなイメージがあるじゃないですか。なんかね、分解して落とすんで。ソーダって飲むソーダですか。違うんですよ。ぜひですね、後で堪能してもらいたいなと思います。で、実はですね、先ほども言ったんですけど、あそこにね、ほら今出ましたね、人間充電器って、こういう風にですね、バナー登録もできるんですよ。でここではね、今のところ、滋賀出身の、今川崎在住の平さんというシンガーソングライターの方がいらっしゃる。その方もですね、スポンサーとしてペットの総合施設 DC キャッスルさん、今出てますね、ちょうど。それとですね、今ですね、ちょうど来てるつかちゃん、全然聞いてないつかちゃん、つかちゃんの癒しタイムさんもですね、バナー広告として、そのうち、なんていうんですかね、寺岡啓吉商店もここに来るんじゃないかなと思いますが、そんなこんなで湯原和夫のカズチャンネル。全然あったんじゃん、全然ありません。これあの牧之原のですね、市長がやってるしげチャンネルって番組があるそのパクリで勝手にやってるんですよね。クレームが来るまでやり続けようかなと思って、突然やってびっくりしたでしょ、はい、なん残っちゃった。パクってるけどちょっと照れてますよね。やりつつそうなんですよ。そういうこと言わない。ということで本日のゲストお三方、まず、こちらから、自己紹介をカメラに向かってお願いします。はい、はじめまして、寺岡啓吉商店から参りました寺岡舞です。よろしくお願いします。社長。そして、あ、社長です。4代目社長です。お願いします。なんか来た時アルバイトが来たかと思ったでしょ。4代目は4代目だ。そして佃煮屋さん。そして、はい、営業部長の森です。ちょっと社長より態度がでかいとよく言われます。うん、以上です。よろしくお願いします。そしてそして何ですか、そのためは。ためは。そしてそして佃煮屋さん。まあ近くもないですね、今回はね。2回目ですね。そうですね、はい、はい、2回目で、前回はちょっと台風の日で、台風の日大変だったんですよね、うん、誕生日の日で。まあ今回はちょっとケーキさんと、ちょっとコラボをする商品の紹介を兼ねて、今回、来させてもらいました。前回はねちょっとベーグルで来させてもらったんですけど、今回違う商品で来させてもらいました。あのアトリエクレープの手塚です。お願いします。お願いします。手塚くんのクレープ、クレープじゃん。クレープ2回目だし、クレープ言ったの。ベーグル食べたことあります？
あります。そうっすか。あの僕ですね、トリプルチョコっていうのをします。あ、聞いたことある。聞いた。僕ね、それが大好きなんです、はい。それだけでいいって言ってたら、まあちょっと今日いろいろ語弊がありますけど、ね、トリプルチョコが大好きなんです。はい、今日はあの、まあ、そんな感じで、来てもらったんですけど、どういう3人なのっていうね。まあ、先ほどちょっと言ってましたけど、うん、この3人はどういう3人って、まあ、あ、何、森さんがうるさいのはよく分かったんだけど、どういう集まり？まあ、今回は、うん、前に、地元寄り合い会っていう地元のまあそういった、地元じゃないじゃん。いや、地元静岡静岡まで行った。そうです。あ、じゃあ逆だったね。こっちが地元じゃないじゃんみたいな、うん、まあ、僕はあの地元、もともと静岡の生まれじゃないけど地元じゃないですけどまあそれで集まりがあって、うん、でそこでいろんなあの業者の人とコラボして何かやろうっていう会がありまして、うんうん、でまあ実際その時にね、あのお二人にはほとんど会ってないんですよ、うん、一言も喋らなかったんですね、うんうんうん、あ、やっぱ大事象悪いそんなことないですけどそんなことないですけどでもあのね、なんかいいなと思ったらこう話しかけたりするじゃないですか。そうですよね、まあ、そういうのは一切なかった。負のオーラをねちょっと、ね、出しててね、なかったけど、その後うちのお店の方に来てもらって、うんうん、で、うんうん、その時にちょっとまあここに置いてますけど、うんうん、こう寺岡さんのこういう商品、うん、これで何かできないかっていう話になったんですね、うん、あれちょっと待って、僕寺岡さんのお店の紹介した？してないですよ。してないです。何屋さんだっけ？佃煮屋です。 あっさりだね。佃煮屋です。どういう佃煮屋？あれですね、焼津で初めて佃煮の製造に成功した一番、はい、そうなの？焼津の老舗ですね。老舗、はい、一番最初、これ大丈夫言って。大丈夫、大丈夫。世界配信だけど。そう、カツオの佃煮の。カツオって言うときも大丈夫世界で初のカツオの佃煮？世界ではないです。焼津です。でも、佃煮って日本のものじゃないの？いや、でも、まあ、東京の方とかの方が多分先なんで。あ、でも、あ、うん、そういうことね。あの焼津では一番古い老舗ですね。ということで、老舗ということでね、どのぐらい？今年で101年目ですね。101年っていうとやっぱ相当長い。もう大正5年からなんで、うん、社長喋んないね。あ、すいません本当に社長？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 寺岡家っていうの？そうです。何代目？4代目、はい、本当に大丈夫？大丈夫。森さんが社長でまあよく言われるんですけど、うんうん、まあ一応社長。社長は何？はい、これ以外の仕事してた？してました。何してたんですか？築地で。あ、はい、やっぱりそういう仕事は。じゃあ何、修行に出てたみたいな感じ？そんな感じです、よく言うと。でやってました。戻ってきて継ぐ決めた。もう継ぐとは、うん、いうのはもう生まれた時から決めてました。生まれた時は決めてねえでしょ決められてたんじゃないそうですね。え、それは何？ご結婚はしてないですけど。したらどうなる？したらしても社長です。旦那さんがやるわけではなく、旦那さんには別の仕事でもいいし、はい、まあ、私は継ぐと。そうです。それで乗っ取り考えてるのが森さん？まあまあそんなことないです。なんかでもそんなにあれでしょ、浅いんでしょ？浅いです。浅いです、まだ。でもこんだけなんかこうちょっと写真出てくるとさ、ね、狙ってるとしか。そう、全然喋らせてもらえないんですよ。いや、今日はまあまあ喋ってる方だと思うけど。まあでも営業部長だから喋んなきゃいけないと思うけど、ね。確かにそうですよね。でも社長立ててもらわないと困るよね。そうですね。会社でもこんな感じなの？はい。会社でもまあ割と。僕は偉そうですねあのとにかく森さんが偉そうで、大体そうですね。どこ、だって今日ね、僕実は行ったんですよね今日ちょっとね。 ありがとうございます。それこそ、はいはい、後でゆっくり話してもらうんですけど、
イベント的なものがあって、行った時に僕やっぱり最初に見て森さんを社長だと思ったんですよ。若社長みたいな。詳しい話聞いてなかったんで、哲学君から。あで、やっぱりちょっとあのここのまあ娘さんかなとか、はい、お手伝いさんかなみたいな。エプロンしてますね。そうそう。そうしたらなんとあのおしとやかにしてるこちらの女性がね、4代目社長ということなんですか。はい、佃煮の歴史はそうですよね。お店自体は101年ということなんですけど、結構あれ昔から焼津では、うん、夢なんです。もう街歩いてると結構知らない人の声、これ前掛けで前掛け、あちょっとこれ見せて見せて、これね、これはもう見たことあるんじゃないですか皆さん。これでね結構声かけられる。これでなんて読む。これカネイリ。カネイリ。カネイリ。これ屋号ですよね。屋号。あ、ここにも、あの、うん、商品にも。これ商品にも。持ってますね。で、昔はどうだったの？か確認って、まあ、どういうあれで生まれたの？漁師のためにやっぱ、昔保存食。船の上で食べるとかっていうこと。で、生まれて。で、昔はもうそれこそ。マグロやカツオもすごく取れて盛んに作ってた、うんうんうん、なんかよく焼津の人が昔はすごく取れて、うんうんうん、道路何、うん、カーブ曲がる時にそのカツオが落ちてとかって、そんな話は嘘なんでしょ。あれも本当ですね。本当なのあれ。あれも焼津の人みんな言うんだけど、カチカチに凍ったやつ、凍ったやつ落っこちて、まあ、拾うと、あ持ってっていいよみたいな。本当それ。本当なんですよ。本当なんですよ。これが本当マジないでしょ。そうです。でお父さん先代とか先々代の頃っていうのはやっぱ何？本当にそうやって落ちて。そうなんですよ。で僕も嘘って顔。いやいや。ちなみに僕も藤枝なんで出身。聞いた話じゃないんかい。聞いた話なんですけどね。まあでもそんな話もあって。そうそうそう。うん、まあ、こう盛んにやってたけど、うん、今やっぱり魚が取れない。今取れないですね魚が。取れないから当然 作れないっていうの。うーん、まあそうですね、うん、今もう海産物が全然取れないんでなかなか大変だと、うん、厳しいですね今は。だからそのなんていうの、こういう伝統はもちろん守っていかなきゃいけないけど、ちょっと新しいことも取り入れていかないと。そうですそうです。いうことで、ということで静岡の王子に、そうです、クレープ王子に、はい、あクレープじゃねえっけ、なんだっけ、王子にベーグル王子にこんなものを作ってもらえ、こんなものを、え、ど、え、こんなものこんなものを、これ何ですかこれ。これは社長の顔の、これはうちの佃煮入りの蒸しパンになります。はいはいはい、寺岡さんのところのトロマグロ、トロマグロ入りの角煮入りの蒸しパンです。蒸しパン、お米の蒸しパンです。ない。お米の蒸しパン、これをコラボしようということを決めた、はい、そう決めて、うん、で今日イベントを、うん、やってきた、やってきたと、はい、どうでした。ほぼ完売しました。完売ほぼ。完売しました、うん。ありがとうございます。ですごくあの常連のお客さんにも好評で、うんうん、好評で、すごいバカバカ売れました。バカバカ売れた。うん、はい、なんかやっぱりあれ、あでも感想はまだ聞いてない？食べた人の。いや試食でね結構かなり好評で。私にも喋らせてって言った方がいい。私にも喋らせて。すごい好評で。これ持って。喋って好評で、好評でもう次2回目が8月の、うん、あもう8月決まってる、はい、いついついつだっけ、え社長、社長、あ社長、いつ、社長が8月の忘れた。待ってない。え本当は決まってない。いや決まってる、ネタです、ネタです。まあ、8月の頭ぐらいにやる。いつだ、本当に忘れちゃった。8月の7日、7日、7日だ、そうです。7日月曜日、月曜日、あやっぱ月曜日って、うん、今日も月曜日でしょ、今日も月曜日で、もう月曜日にやると決めた、うん、月曜日で、あそのまままた焼津テレビ出ちゃおうかなみたいな。まあいいかな。その時ね多分ねもう僕いなくて2人が社長とね
森さんがパーソナリティをやってみたいな3人でね、すぐねオファー出すからスーパープロデューサーが後で多分ね番組ね、もう6時半から空いちゃったもんで、ね、今日ですか、ああ来週から、ね、来週からということなんで、じゃあ寺岡圭吉の社長、社長、社長、番組が決まりました、はい、考えておきました、はい、本当ですか社長、寺岡圭吉社長、気軽に今返事しましたけど来週から番組はもう始まってしまうということでそんな感じで、だってつかちゃんも始まっちゃったもんね、みんなそうです、本当ですよ、だからその時はまた、あ、その時はもうこれ違うのか、来週だから、うん、またちょっと違うのがあるかもしれない、こっちの商品とかでね、うん、そうですね、ゲストさん呼んで、うん、ぜひですね、うん、やっていただきたいなと思います、うん、でこれ実はねこれ僕食べたんですよ、うん、まあ、知ってると思うんですけど、うん、行ったんでね、うん、今日ね、うん、美味しいね、うん、僕ね、そう、佃煮だから、うん、いや喋っててどうなんだろうって思ったんですよ正直、これ癖になる味だね、佃煮パン、佃煮蒸しパン、あ、そう、蒸しパン、ごめんなさい、でこれ実はね今日食べれるんですよね、はい、皆さん、うん、持ってきたんで、ぜひ、じゃあ今ちょっと食べてもらって感想などを聞いていただこうかな と, ちゃんと食レポ、正直に言ってくださいね、ダメな時はダメってね、それ我々のためにならないから、うん、別に我々って俺関係ないからあ、もうつかちゃん食べてくださいぜひぜひ、これ社長何これからどうしていこうっていう感じなの、これからは、これからは社長カラオケ好き、マイク持つの好きです、カラオケ好きですどうぞどうぞ、なんでですか、いい目立ちだがりどうですか、これからは、うん、手塚君と、ね、コラボしてっていうのもあるし、はい、はいはい、うん、そう、佃煮守っていかなきゃいけないわけでしょ、そうです、守りますけど、うん、守りますけど新しい価値を、うん、広めて、新しい価値を広めていきたいです、価値、価値、ね、価値って何、もし足りない価値もし足りないなら、まあ、でもあれでしょ、その岩崎さんと同じでどうにか守っていきたいっていうことでしょ、うん、はい、あのね、これゆめさんっていう方から、あ、またゆめさん、ゆめさん、もう愛しのゆめさん誰なんですか、ね、誰なんだろうっていつも思うんですけど、よくコメントくれる方がいて、佃煮の蒸しパン食べてみたいです、お、今八重洲セミに来ると食べれます、あります、あります、ゆめさん来てくださいぜひもしくは、8月の7日、寺岡圭吉商店に行くと、はい、午前中で売り切れちゃうかな、大体午前中がやばい、ね、今日はね、もうこれで知れ渡って、そうですね、一応ね、来月はもしかしたらこれともう一個違うものが、うん、何何食べれるかもしれないっていう、うん、社長そうなのって感じますけどそんな増えるのみたいな社長聞いてる、大丈夫社長夜のさ、もういっぱい飲んでカラオケ何歌おうかなとかそんなこと考えてんじゃないよねちなみに、ちなみに18番は何、18番ですか、うん、18番はすぐ出ねえそんなカラオケ好きじゃないんかいみたいな、ちなみに森さん何言う、僕はねカラオケ行かないです、行かない話終わり、つかちゃんどうでした、斬新ですね、これ斬新すごいですね、なんかこう蒸しパンの甘さと、うん、こう確認なんですね、確認ですね、こう甘辛さがこうマッチして、どっちも高いよ。美味しいです美味しいです。ありがとうございます。これあのこっちが入ってるの？いや今日はね、うん、ないんです。うん、ここにない。ない。その土佐煮とかなんとか煮とか、うん、っていうのの、うん、何煮のやつ？トロマグロ。あ、全然違う。うん、それトロマグロ。トロマグロ。っていう、角煮が入ってるってこと？入ってます。これにした理由とかあるの？これは一回試食をして。でその時に何、こういうの、いろんなのを、うん、やった中で、そんなの下の方で顔してるけど思いっきり食ってましたから、あ、そうそうそう一番食ってましたから、あ、プロデューサーどうですか、おいしい、おいしい、ありがとうございます、いいですか、で、本当、ね、ありがとうございます、
それじゃ違う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 色が違うなと思ったけどその話の流れはもう垂れてるね違うんですよこのねプロデューサー最高でしょ違うんで何でしたっけ何でしたっけでたくさん食べて、うん、でそのいろんな種類で作った中で、うん、そのトロマグロが、まあ、2人からは美味しいっていう意見になったんで、うん、じゃあ今回はトロマグロでいきましょう、うん、え森さんだけじゃなくて社長も社長ももちろんちゃんと食べて言った社長が一番食べてもらった、ねまあ、社長はとっさにが好きなんですけど、ね、言っても社長の売りはこれこれトサニー美味しいですトサニマグロのトサニーはうちの看板商品で、うん、看板商品はこっちだけど一番出てますうちで、うん、これは農林水産大臣賞も受賞してますあそれ出た言っちゃうどんどん言います何回取ったの、2回です2回農林でねあドヤ顔で2回だけどその取った時は仙台でしょそうですこれでもあれだね4代目の時もなんかちょっと撮ったりとかするためにはあの手塚くんとかのコラボも必要だし森くんの森くんつっちゃった営業力もそうですねこれからどんどんこういう焼津テレビを利用してねどんどんこう情報発信してね世界の湯原を利用してやめなさいそういうのやめなさいよっそういうこと言うと俺無口になっちゃうからねえほら止まっちゃったじゃんで社長どうすんのねねでその何トロマグロが一番良かったもんで、うん、そうよかった今回は今回はこれでいきましょうってなって、うん、で第2弾第3弾とかも考えてるので、うん、もうそれはこういうものになるかもしれないし、うん、そうですねそのこの中に使う、うんまあ、今回プレーンタイプなんですけど、うん、そういうさ試食的なのここでやってよここでやるんですかねえ杉山さん聞いてねえや、まあ、試食会みたいのを土曜日のね YouTube クラブでやって土曜日の夜とかにここでやってそれをもう映像で映流しながら詰め合わせセット作っていただいて、ね、うん夜そういうのをやってるんですよやってもいいそういうの早い早い、ね、青木さんね早いんです早いですねでもね早いっすねそれに乗っからないとねちょっとでも遅れてっちゃうからね潰れちゃうからね彼なんかさ、7月になんかったらさ、潰れちゃって、なくなっちゃってたからねあ、そうなんですか何の話おでん守るからあ、守るから何ですかクビになっちゃったまあ、いろいろ、うちわの話でね社長が怒ってる確認の話をしろと確認の話をちなみにあ、ちなみにちなみに森さん、来た来た8月は8月はどっか他のちょっと業者さんも招いて、うんうん、まあなんかこうこれも手塚さんのところでちょっと作ってもらった、まあ、焼津のどっか業者さんを呼んで、うん、ちょっと言えないまだ招いて、うんうん、ちょっとまだ言えないけど言えないですけどアポ取ってないんで、うんうん、これからなんでまあ俺いい社かいや来ますいやあのポケモンいやいやいや俺全然食品関係ないまあ 2,3 社ぐらいでちょっとやれればいいかなっていう感じそうそうそう何森さんあれだねこう考えてないようで4代目盛り上げようと必死だねやっぱりそうなんですよもう立てるので、うん、あんまりそうでもないよそうなんですでもあのせっかくだからそのさっき言ったね土曜日の夜の、うんうんうん、そういうのを使ってぜひねやりましょう来週やっちゃいます来週今週じゃなくて来週ですか今週今週で僕が動けないですね来週22日22ですか。まあちょっと後で相談をしてですね。なんか責められちゃってるけど。番組中なのにももう責められてみたいな。あ、七夕だ。あ、そんな後は大変じゃん。そう、七夕だよ。ね、番組進めましょうか。で、森さんが。はい。その新しいやつをまたやるということでそうですね8月にはちょっとイベント的な感じで、うん、まあこれを毎月毎月ちょっとマルシェ的にやってくる、はいはい、でまあちょっと広げつつやっていければいいかなと思ってそこにはやっぱり哲学君が必ず絡んで、まあ、僕だけじゃないと思いますけどね、うん、でも哲学君は必ず絡む、うん、そうですね、まあ、絡もうさやりつつ済んじゃえばそうですね出資してくれる方がいれれば、うん
それはあの寺岡ここにいるでしょ。俺世界の湯原が。それはやっぱね社長。そこは社長。社長にやる。あ、そうだ社長、そうお店どこにあるんだっけ。お店は、うん、なんて言ったらいいですかね。え、なんだ焼津の港町ってほら道幅も狭くてちょっと分かりにくいよ、ね、あれなんて言えばいいの。焼津水産高校通り、うんうん、水高通り、水高通りにうちあるんですけど、うんうん、近くに焼津消防署、消防署があるがあります。それの、うん、ちょっと左折した感じ。そうです、左折した感じです。本当にちょっとこう車1台が通れるぐらいの、うん、そうです、はい、の路地裏を1本曲がっていただければもうすぐ、すぐ30メーターぐらい、いや3メートル、あ、そんなもん、5メーターぐらい、5メートルぐらい、細かい森さん5メーターぐらい、5メーターぐらい、あ、今度本当に食べてる、いや、多分違う、違う、違う、これの感想教えてくれ、牛バーのもうすぐ忘れちゃう、もうね、ちょまとめてください、徹子さん。もうあと 2,3 分で終わっちゃうんで、うん、何をまとめればいいですかね。これから、森さんの営業力と、そうですね、大事です、徹子君の発想力、うん、アイデアを使って、うんうん、寺岡ケーキ商店盛り上げていくってことですよね、うん、はい、そうですね、まあ今回まだね蒸しパンって形になってますけど、うんうん、まだ蒸しパン以外のこともねやる予定なので、うんうん、まあその辺は今後まあ1ヶ月に1回ぐらい何かイベントをやって、うんうん、でそこからどんどん広げてっていけたらなと思ってるので、もちろん今後ね焼津の若いすごい技術を持った方々と一緒にコラボして、うんうん、シークレットで出てもらえればもっとね、うんうん、今後の流れで、大きくできると思うので、うんうん、まだまだ知られてないものもね美味しいものもいっぱい焼津にはあるので、うん、じゃ あのそういうコラボもあれ募集しちゃう。あそこにねそんなに美味しくないラーメン屋さんもいる。いや美味しくね。こないだ行ったらもう満席だったじゃん。もう佃ラーメン作ってる。そう、佃煮ね、あ、ぜひ、いいじゃないですか。あ、でも藤枝ラーメンだっけ。藤枝ラーメンだっけ。しだげです。あ、しだ、しだらげ。そう、最近入れないです。最初行った時全然お客さんいなかったのに。そうそう、すごい。インター通りのところにあるラーメン、タルの。いや、盛り上げようとしてるだけです。いやいや、本当に美味しいんで、ぜひ行って、はい、佃煮に会えばね。そうですね。うん、佃煮もね、いろんな種類があるんで、本当に。今聞いたもんで、佃煮ラーメンも。あれじゃないですか。まあ、いい加減なやつなんですけど。でも、あれですよ、言ってしまうともう、やらざるね、本気にするんで、社長。あ、マジですか。社長、超かわいいっすね。社長に対してかわいい。独身なんですか、社長は。え、独身。あ、そうです。婚活楽しみます。婚活営業部長があんなやつには任せられんって。まあ、ぜひ後でゆっくり話してですね、はい、コラボなんかの話もしていただけたらなと思うんですよ、はい、森さん、はい、もう最後に宣伝してください。何でもいいです、場所でも何でも。それはもう、じゃあ社長に最後は、社長に、だからね、お中元だとか、お歳暮なんかも持ってこいでしょ、うん、こういうセットもあるわけじゃんね。あります。ぜひぜひ、焼津の美味しいものをですね、はい、今、店頭にお中元の用のギフトがだいぶ10種類から14種類ぐらいですかね、ご用意してますので、ぜひ一度足を運んでみてください。なんか森さんテンション低いね。確かに。さっきまでものすごいなんか喋ってたのに。分かった森さん、今度社長交えてカラオケ行こう。社長もカラオケで、ね、カラオケ行ってくれないんですよ。カラオケで嫌いなんですよね。え、でもそれは社長の権限で、うん、なんかね結局割り勘なのに下手な歌聞くの嫌なんですよ、人の。ってことは社長なんか上手くないってこと。え、じゃあ、じゃあ聞かせたことない。聞かせたことない。そう、美声を、美声をね、ぜひ。じゃあ今度ここで歌でもまた やりますか。ですね、はい、じゃあゆっくり後でそっちでコラボなんかの話はしていただきたいなと、はい、お願いします。もうね、実はもうあっという間で、早いですね、早いですね、本当にくだらない話ばっかり申し訳ない。あ、感想あります。
美味しかった。写真を撮りましたっけ？写真、あ、じゃあ今。古い。ということで、本日のゲスト、寺岡圭、これ字は難しいんですよ、ね。はいはい。そうですね。圭吉商店、はい、寺岡社長と森営業部長、そして、アトリエクレープ。はい、クレープです。クレープ。クレープじゃない。はい、クレープ。クレープ、手塚さんに来ていただきました、はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。コラボ募集してまーす。社長。はい。ありがとうございました。続いての番組は、つかちゃんの癒しタイム。お楽しみに。ありがとうございました。ありがとうございました。社長まだ喋り足りないって社長あの控えめにします。来週の6時半からたっぷり喋ってください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。